っくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。ねえ、魔理沙、どうしたんだ？また、魔理沙が教えてくれる雑学が聞きたくなっちゃったよ。最近は何か調べてないの？最近は、知ると後悔する雑学を調べていたんだ。せっかくだし、教えてやるよ。ってことで今回は、知ったら後悔する雑学10選を紹介していくぜ。一つ目に紹介するのは動物実験を経て開発された日頃よく目にする日用品だ。現在、当たり前に使われている日用品は、動物実験を経て開発されたものが結構あるんだ。会社は、人間が使う前に、動物で実験していたんだね。そうなんだ。商品に使われる材料の安全性を確かめるときに、動物実験をされているんだぜ。今から、動物実験を経て開発された日用品を、いくつか教えてやるよ。まずは、バセリンだ。バセリンは、人間の肌に使用するものだから、動物実験をしているんだ。実験の結果、動物の皮膚に異常が見られることもあったが、人体へひどい副作用があったらと考えると、動物実験は必要なことなんだぜ。次は、おむつだ。おむつは、繊細な赤ちゃんに使うものだから、動物実験をするのは、理解できるね。おむつを履かせただけで赤ちゃんの肌が、めちゃくちゃ荒れたら大変だし。もちろん、皮膚に異常が出ないか見る実験もするが、アレルギー反応が出ないかを見るために、おむつの素材を食べさせる実験もするんだぜ。そんなことまでするの？でも、アレルギー反応が出たら大変だし、これも仕方ないのか。最後は、家具のツヤ出しスプレーだ。人間の皮膚に触れることがあまりなさそうな商品だけど、これも動物実験しているんだね。そうなんだ。家具のツヤ出しスプレーなんか、肌に噴射するような人はいないと思うが、動物実験では、刺激性を確認するために、皮膚にすりつけたり、顔に噴射したりしているんだぜ。人間の日用品を開発するために、たくさんの動物が犠牲になっていたんだね。なんか複雑な気持ちだよ。二つ目に紹介するのは使用者をゾンビのようにしてしまう危険なドラッグスパイスだ。イギリスでは、脱法ドラッグスパイスを吸ったことによって、ゾンビみたいになってしまう人が急増したんだ。ゾンビみたいってどんな感じなの？青白い顔をしてぼーっと立っていたり、手足をブラブラさせながら、何かをブツブツつぶやきながら歩いたりしている感じだ。このヤバすぎるスパイスを、マンチェスターのホームレスの 95% が使っていると言われているんだぜ。どうして、こんなドラッグを使おうと思っちゃったんだろう。スパイスを使ってしまった人は、ある噂を信じてしまったんだ。どんな噂？スパイスは、大麻に代わる安全なドラッグだという噂だ。実際は、全く安全ではなく、逆に破滅的な物質でできているドラッグだったんだけどな。スパイスは、使って3日で依存症になってしまうと専門家は言っているんだ。たった3日で依存症になっちゃうの？そこまでとは思わなかったよ。スパイスを使うと、どんな症状が現れるの？気持ち悪くなったり、歯がボロボロになったりするんだ。肺疾患や心疾患などになってしまうこともあるぞ。しかも、心にも悪い影響だらけなんだ。ドラッグは、興味本位で試してみたり、一回なら大丈夫でしょと思っていても、一回でも使ってしまえば、後戻りできないから絶対にやっちゃダメだよ。三つ目に紹介するのはゴキブリ粉でパンを作る研究者がいるだ。今後数十年で、大きい世界的な問題になると思われているのが、食料不足だ。それ、聞いたことある。食料不足の解決のために、昆虫食が研究されているって言ってたよ。その通り。昆虫食が盛んになっていて、レストランのメニューに昆虫食があったり、昆虫料理のレシピが考えられたりしているんだぜ。昆虫食って、昆虫の見た目がそのままなことが多いから、食べる気が起きないんだよねー。きっと私が昆虫を食べるときは、餓死する直前だと思うよ。安心しろ、霊夢。昆虫を粉にしてパンを焼くことに成功した研究者がいるんだ。そうなんだ、見た目が完全にパンなら、私でも食べられるかも。ブラジルのリオグランデドスール連邦大学の研究者は、ゴキブリ粉を開発したんだぜ。え、昆虫の粉って、ゴキブリを使ったものだったの？じゃあ、絶対に食べられないよ。ゴキブリ粉に使われているゴキブリは、家の中に現れるやつじゃなくて、ブラジル国家衛生監督庁が定めた衛生基準を満たし、専門のブリーダーから提供されたものだぞ。私は、パンを食べて病気になるかを心配してるわけじゃなくて、あの見た目がダメなの。まあまあ、ゴキブリ粉は、小麦粉よりも 40% 以上タンパク質があるんだ。パン以外にも、いろんな料理に使えるんだぜ。どうして、研究者さんは、よりによってゴキブリを選んだんだろう。それは、ゴキブリが昆虫の中で一番タンパク質が豊富で、8つの必須アミノ酸を含んでいてるからなんだ。しかも、ほぼ 100% 利用できて無駄がないんだ。いくら、栄養豊富だって言われても、食べる気にならないよ。そういう人はたくさんいるんだ。研究者が昆虫を使ったパンの試食を頼んだ時に、
昆虫の正体は、ゴキブリだと明かせば、大体食べることを拒否されてしまったそうだしな。そこで、研究者はゴキブリよりは、抵抗感がないコオロギなどの昆虫での実験もしているんだぜ。コオロギのパンなら、まだ食べられそうだよ。今はまだ、昆虫食なんて嫌って思っていても、数十年後の未来では、食べるのが当たり前になっているかもしれないね。四つ目に紹介するのは人類に共通する耐え難い音だ。聴覚は、人間の感覚の中で重要なものの一つなんだ。そうだね。聴覚がないと、コミュニケーションを取ったり、音楽を聞くことも難しいもんね。ああ、心地が良くて、いつまでも聞いていたい音もあるが、中には、今すぐ耳を塞ぎたくなるような音もたくさんあるんだ。今から、人類に共通する一般的に耐え難い音を教えるぜ。まずは、黒板を爪で引っかく音だ。これは、嫌な音の定番だよね。そうだな。黒板を引っかく音の周波数は、2000Hz から5000Hz で、霊長類の警告音も同じくらいの周波数だから、他の音よりも、不快に感じてしまうと言われているんだぜ。赤ちゃんの鳴き声も、耐え難い音なんだ。人間は、赤ちゃんの声に一番に反応するようにできているんだ。確かに、赤ちゃんの声って反応しちゃうよね。だろ？研究によれば、赤ちゃんの鳴き声は、聞こえるとすぐに脳内に強い反応を引き起こすらしいぞ。この研究では、子育ての経験がない被験者だけで行われたんだ。動物の鳴き声や大人の鳴き声など、いろんな声を聞かせたが、それでも一番反応したのは、赤ちゃんの鳴き声だったんだぜ。じゃあ、親とか関係なく、誰でも赤ちゃんの鳴き声に反応しちゃうんだね。赤ちゃんとしても、自分では何もできないから、生きるために大人が不快になって、泣き止むように反応してしまう声を出しているんだろうね。そうだな。しかも、赤ちゃんの鳴き声を聞いた後は、反射速度が上がることも研究で判明したんだぜ。そんな効果まであるんだね。不快な音にも、不快な原因がちゃんとあったんだね。5つ目に紹介するのは睡眠不足が引き金となって起きた世界的大惨事だ。睡眠不足は、良くないって何度も聞いてきたと思うけど、睡眠不足が引き金になって起こった世界的大惨事が、たくさん起きているんだぞ。学生とか、会社の中でも上の立場にいないなら、睡眠不足でも取り返しがつかないような大きなミスにはならなそうだけど、責任が重い立場の人の場合は、世界的大惨事にまで発展する可能性があるんだね。どんなことが起きたの？1986年1月28日に起きた、スペースシャトルチャレンジャーの事故が、睡眠不足によって起こってしまったものなんだ。チャレンジャーは、NASA のスペースシャトルで、フロリダにある宇宙基地から発射され、73秒後に爆発し、チャレンジャーに乗っていた7人全員が亡くなったんだ。スペースシャトルの事故っていうと、スペースシャトルに欠陥があったことを一番に考えちゃうけど、違うんだよね。ああ。発射の前日に、NASA でモートンサイオコールというロケットブースターを作った会社と会議していたんだ。その会議の中で、サイオコール社は、明日の天気予報で気温が低いと発表されていたが、気温が低い場合、ブースターが爆発する可能性があるから、打ち上げの中止をするように忠告したんだ。じゃあ、NASA は、忠告を無視して打ち上げをしていたんだね。そういうことだ。そしてやっぱり、気温が低かったことで起きた事故だったことが調査で明らかになったんだ。NASA のマネージャーは、寝不足で適切な判断ができなかったんだぜ。そんなに寝てなかったの？ああ。マネージャーは、23時間も睡眠をとっていなくて、前の日も3時間しか寝ていなかったんだ。そりゃ、何かしらミスが起きてもおかしくないよ。睡眠不足は、悪いことしかないから、しっかり寝てちゃんと頭が働いている状態で仕事をしようね。6つ目に紹介するのは、うつ病には大きく分けて4つのタイプがあるだ。霊夢、知っていたか？うつ病には、4つのタイプがあるんだぜ。そうだったの？タイプは1つしかないんだと思っていたよ。どうやって、うつ病のタイプ分けをしているの？ FMRI という、MRI 装置を使い脳の活動を調べる方法を使って、タイプ分けをしているんだぜ。4種類のうち2種類は、うつ病により患者が疲労感を感じやすく、残りの2種類は、うつ病により喜びを感じられなくなりやすかったんだ。うつ病は、みんな疲れていて、喜びを感じなくなるんだと思ってたけど、別のタイプだったんだね。そうなんだ。研究で、4種類のうつ病は、診断だけじゃなくて、効果的な治療法にも違いがあったんだ。タイプ1の患者の場合、磁石で脳に電流を作り出す治療が、タイプ2とタイプ4と比較して3倍も効果が高かったんだ。現段階では、うつ病のタイプが脳の活動を調べることによって、4つあることは分かっているけど、具体的なことは、まだ解明されていないんだ。そうなんだね。この先、うつ病になったらまず脳を調べて、タイプに応じて治療法が変わるようになるのかもしれないね。7つ目に紹介するのは、スマホを数分手放しただけでパニックに陥るスマホ PTSD だ。霊夢は、PTSD って知ってるか？
うん、知ってるよ。心的外傷後ストレス障害って言って、トラウマがフラッシュバックしちゃうんだよね。暴力を振るわれた人とか、事故や自然災害に巻き込まれた人がなりやすいんだよ。その通りだ。普通、命の危機に陥った人がなるものなんだが、今の若者は、スマホが近くにないと PTSD みたいな感覚になってしまうことが、実験で明らかになったんだぜ。何それ、どんな実験をしたの？この実験は、スマホを持っている18歳から26歳の87人を対象にしたもので、最初に、それぞれの被験者に机と椅子が置かれた部屋に入ってもらったんだ。次に、心拍数モニターをつけてもらい、スマホにもともと入っている計算機を使って、単純な計算をしてもらったんだ。そして、次の計算をしてもらう前に、スマホの電源を切って手元に置くグループと、スマホを部屋の隅に置くグループに、人数が半分になるように分けたんだ。それで、どんな結果が出たの？スマホが手元になかった人は、心拍パターンが PTSD に似ていたんだぜ。そして、休憩中に落ち着きがなかった人は、スマホが手元にあったグループは 47%、スマホが手元になかったグループは 75% で、スマホが手元になかったグループのうち、我慢できずにスマホに近づいてしまった人は 20% いたんだ。スマホが自分がいる部屋にある場合でも、手元にないとこんなに結果が変わるんだね。そうなんだ。アンケートにも答えてもらったんだが、その結果、スマホは安心感を与えて、緊張を和らげてくれることが分かったんだ。今の中年層や高齢層が若かった頃は、年上から情報や指示、安心感をもらっていたんだ。今の若者は、情報も指示も、安心感も全部スマホで解決しちゃうもんね。もっとテクノロジーが進化したら、近くに AI ロボットがいないと不安になっちゃうのかもしれないね。八つ目に紹介するのは信用できない人を見分ける方法だ。関わる人の中には、信用できる人と信用できない人がいるよな。今日は、アメリカの起業家が伝授する信用できない人を見分ける方法を教えてやるぜ。まずは、秘密をバラす人だ。子供の頃は、私、〇〇くんのことが好きなんだ。絶対に誰にも言わないでね。って話した翌日に、クラス全員が知っていたなんていうこともあっただろうし、自分が秘密をバラす側になることもあったと思うけど、大人になっても、同じことをしていたら問題だ。秘密をバラしてしまう人とは、あんまり関わりたくないよね。だろ？秘密をバラしてしまう人は、秘密を守るという約束よりも、他人にいい顔をしたい欲求が強いんだぜ。こういう人が信用できないのはわかるけど、私の秘密をバラされてからじゃないと、わからないのが困るよね。いや、霊夢の秘密を相手に話す前にわかるぞ。そういう人は、他人の秘密をバラしたくてうずうずしているから、霊夢にも、他の人の秘密をバラしてくるんだ。なるほどね。ここだけの秘密だけどって他の人の秘密をバラしてきたら、その人とは距離を置くことにするよ。他にも、共感を示さないことも、信用できない人を見分けるポイントだな。アメリカの起業家のトーマス・カルロプロス氏曰く、共感を示さないのは、信用できない人全員の特徴らしい。信用できない人は、他人へしてしまった迷惑や損害を、正当化してしまうんだぜ。それは、悪質だね。ああ、こういう人は、自分がした言動に気がついていない場合と、自分の都合が良いものだけ共感する場合があるんだ。こういう人を見分けるには、どうすればいいの？よく観察するんだ。自分の利益にはならない他人、例えばレストランやコンビニの店員などへの対応をな。すると、すぐに共感する心があるのかわかるはずだぞ。そうなんだね。この二つのポイントに当てはまっていたとしても、絶対に悪人だとは限らないけど、よく考えた方がいいね。9つ目に紹介するのは AI は自らが劣勢に立たされた場合、超攻撃的な振る舞いを見せるだ。AI は、人間みたいに環境に応じて行動を変化させると、イギリスの人工知能企業が明らかにしたんだ。この会社は、Google が所有しているディープマインドという会社で、社会科学やゲーム理論の原理を使い、AI の振る舞いについて研究しているんだぜ。そうなんだ、AI が、人間みたいに環境に応じて行動を変えるってどういうこと？AI が劣勢に立たされてしまうと、めちゃくちゃ攻撃的に振る舞う可能性があるっていうことだ。劣勢になると攻撃的になるって、本当に人間みたいだね。どんな実験をして、判明したの？果物採取ゲームを AI にしてもらったんだ。果物採取ゲームは、リンゴを集めるゲームなんだ。一つリンゴを取ると1ポイント加算されるんだ。また、ビームを打つこともできて、ビームを2発受けてしまったプレイヤーは、一定時間動けなくなってしまうんだ。じゃあ、このゲームに勝つためには、相手にビームを打って、相手が動けないうちにリンゴを集めちゃうのが良さそうだね。そういうことだ。ゲームを4000万ターン試行したところ、リンゴが少なくて、ポイントがもらえない可能性がある場合は、AI は超攻撃的な戦略を取ることが分かったんだぜ。じゃあ、逆にリンゴがたくさんあって、ポイントもたくさんあるときは、どんな行動をしていたの？
攻撃性の低い戦略をとっていたぞ。この実験から、AI は効率を重視していて、状況に合わせて協力したり攻撃したりすることが分かったんだ。そのうち、AI が人間の知能を上回るって言われているけど、本当にそんなことになったら、AI 的に効率が悪い人間は、殺されることになったりして、めちゃくちゃ怖い。最後に紹介するのは人の噂話は女性にとっては健康効果があるだ。女性は男性と比べて、噂話が好きだと言われているけど、実は、カフェなどでひそひそ噂話をするのは、女性の健康に良いことが、イタリアの研究で明らかになったんだぜ。女性が集まっている時は、噂話が一番盛り上がっているかもしれないね。ああ。イタリアで行われた実験は、22人の女性を対象に行われたんだが、その結果、健康などの会話をした時よりも、噂話をしている時の方が、オキシトシンの濃度が高まっていたんだぜ。オキシトシンって？オキシトシンは、幸福感や信頼関係に関するホルモンなんだ。これにより、女性は、噂話を通じて友達とより親しくなっていることが分かったんだぜ。また、オキシトシンが分泌されることで、情緒が安定して、精神的に穏やかになることも分かったんだぜ。噂話なんて、悪趣味なだけかと思ってたけど、女性の健康のためには良いことだったんだね。今回の雑学も、公開もしたけど、面白かったよ。私も調べてみようかな。ああ、ぜひ調べてみてくれ。雑学はたくさんあるからな。それじゃあ、今回の動画はこれでおしまいだぜ。また、見に来てね。この動画が気に入ったら、高評価とチャンネル登録をお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。